この国のすべてを奪うことが僕の目的だ。貴様、本当は何者だ。巨大な穴。悪魔が来たんだ。アビスの。アビスの悪魔とは何だ。注意、出てくるっす。お願いです、リヒトンさんを助けてください。こんなものはあの戦争で全て飛べなくなったはずなのに。さあ殺しなさい、私を。女の子がいるでしょうが。本気を出していないの。人は夢があるから生きていける。こちらも同じだ。聞いたことをくよくよするなんて、私の専門はこっち。総長らしくないっすよ。一つだけ気をつけて、これは夢なんかじゃない。油断したら死ぬから。テレビアニメプランダラ2020年1月より放送開始。